さあ始まりました「イナチャンネル」桜花賞2021展開予想展開推奨場の方を発表していきたいと思います。正解一分かりやすく展開の方を解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。ということでですね大賀賞の 2021展開の最重要ポイントからいきたいと思いますということでですね今回、めちゃくちゃ実力白昼波乱含みだというところですね本当に実力が拮抗しておりですね抜け出て強い馬というのがですね今回いないんじゃないかこれがですね今回の桜花賞の特徴だと思いますということでですねその辺り10年で1勝しかしていない一番人気しかり、ね、やはり波乱含みなのがこの桜花賞でございますということで,ですね今回も 今年も展開がです、ね、勝ち負けを決めるんじゃないかというところはです、ね、ほぼほぼ間違いないでしょう。上がり最速馬はどの馬だというところで,です、ね、直線の長い阪神外回りの 1600m とにかくです、ね、上がりでいい足を使えた馬が来ますのでその辺り見ていきたいなというふうに思っております阪神競馬場芝の傾向についておさらいしていきたいと思います。土曜日はです、ね、先行馬 そして差し馬このような比率になりました先行馬が4頭差し馬が8頭そしてですね日曜日先行馬が8頭差し馬7頭ということでですね、えー、この結果を見ればわかる通りですね、えー、若干差し馬が有利だよという傾向が出ております基本的にはですね差し馬にとって有利な馬場でございまして上がり最速馬これがですね極端に成績が良くなっていますということでですねもう阪神はですね外を回らされようがですね外回りコースはですねもう上がり最速馬が来る んですすよっていう馬場になってていいうになます当日の馬場傾向というのはよく見なきゃいけないんですけれどもやはり外枠の差し馬が中心になってくるとポジション問わずですね末足比べになってくるよというところはですね、えー、間違いないんじゃないかなというところでございますでは続いてですね逃げ馬予想展開の鍵を握る逃げ馬はどの馬なんでしょうか ヨカヨカが今回ですね、逃げそうなんですけれども、もう一頭ですね、折り合い的に横山範博騎手のですね、メイケイエールが逃げてもですね、おかしくないんじゃないかなという展開でございます。この展開になったら非常にですね、今回荒れそうなババリーもなりそうですし、メイケイエールの逃げでですね、それを意識した馬たちの仕掛けが早くなってですね、かなり荒れそうになってくるんですけれども、そういったところもですね、一つ注目のポイントかなというふうに思い っております極端なですねハイペースにはやはりならないんですけれどもミドルペース、やはり G1 ということでですねミドルペースで引き締まったあ展開になってくるのかなというところはですね、えー、間違いないと思います。ということでですね、えー、その辺りはぜひ、ね、展開のポイントとして覚えておいてください。 こちらはですね、展開と、それからですね、ペースのグラフになります。1600メートルですね。えー、今回1600メートルのミドルペースですので、えー、34秒2から35秒0ぐらいのですね、ペースでいくんじゃないかなというところです。 そうなるとですね、やはり先行馬に差し馬1位という展開がいいでしょう、まあ、ポジションがですね、い,いに越したことはないよというのがですね、えー、この今回から分かるところでございます。しかし、ですね、この先行馬に差し馬1はです、ね、スローペースの先行馬に差し馬1と比べてですね、逆転が起こりやすいと、差し馬に先行馬1になってもですね、全然おかしくないんだよというところはですね、えー、1つお伝えしていきたいところでございます。絶好のポジションははでですすね、ね、やはり7番番手手からです、ね、8番手ぐらぐいですから 7、8番手の外側をです、ね、立ち回れる馬というのがです、ね、今回、めちゃくちゃいいポジションなのかなというところでございます、中段のです、ね、先行差し馬というところを狙っていきたいなというところでございます。 ここまではあくまで基礎です。ここからですね、大花賞2021展開予想です。より詳しい全場の一度に見ていきましょう。馬券を制するものはですね、展開を制する、正解を制するものは馬券を制すということでですね、えー、結びつきがありますので、ぜひですね、そちらの方も見ていきたいと思います。展開予想スタート。ということでですね、こちらが大花賞2021の展開予想になります。走破時計は1分33秒2ぐらい。 前半が34秒6、上がりが34秒8、このようなですね展開になると予想しておりますということで,で、すね、えー、人気各馬の位置取り見ていきましょう、赤い鳥の娘ですね、えー、この位置ですね、大体10番手から11番手ぐらい、横山武史ジョッキーですね、えー、この位置、そしてですねその前ですね、えー、里のレイナス、その外ですね、里のレイナスがですね同じぐらいのポジションに、そして、ですそらしは前目で、4、5番手の内側で競馬を進めていくように思います。 育ちのポジションですねえ経済コースで非常にいいんですし、騒、えー、ければ非常にチャンスあるなっていうところなんですけれども、やはり内側の馬場が伸びるかどうかっていうところが、ですね、えー、若干微妙なところだと思います、えー、2番のファイン・ルージュ、前走ルメール騎手で、ですねめちゃくちゃ面白い競馬をして、ですね、えー、この馬を軸にしようかなって考えてたんですけれども、やはり内側になってしまったので、なかなか厳しいと。 では、ですね、えー、絶好ポジションはどの馬なのかという話になりますとやはり外側の差し馬それからですね、7、8番手のポジションということでですね、えー、この馬がどんぴしゃでいいポジションじゃないかな、そんぐらいンですね、えー。出遅れさえしなければですね、この馬非常にいいポジション取れますし、えー、この馬、1400m それからですね、えー、1600m の経験ありますけれどもやはり前走 1400m で勝っているようにですね、えー、この馬、ジューヌエコールのですね、謹慎ということもありまして多く というよりかも完全に桜花賞狙いですのでこの位置でですね非常にいい競馬ができるのかなというところでございますそしてですね里のレイナス例によってですね後ろからにはなると思うんですけれどもこのポジションオースト枠なんですけれどもやはり阪神の戦六オーストは関係ないですし外枠の方がですねもまれずにいい競馬ができますのでこの位置非常に面白いかなというところでございますメイケイエールがですねこの位置でピタッと折り合えたらです、ね、もうこの馬に勝てる馬はいないんですけれども果たしてその折り合いがどうなのかと ということで,です、ね、す。で鍛え馬はこの辺りの馬なのかなというところですね、やはり内枠のですね、えー、差し馬というところは、ですね、やはりさばききるのにですね、えー、かなり時間がかかると、相当ですね、うまいさばき方をしないと難しいですので、えー、なかなか厳しいよと、基本的にはですね、外側の馬を狙っていくのが鉄則ですよというところですね、覚えておいてください。 展開のまとめに移りたいと思います。基本的にですね、やはり4枠か。 8枠が中心でございまして、ほとんどがですね、4枠から8枠で馬券になるという桜花賞でございますということで,ですね、今年も外枠から、今年はそれがより顕著に出るようなですね、馬場になっていますし、外の差し馬にですね、勝機があるんじゃないかなというところがですね、最終的な結論になってきます、本命はですね、7対3で先行馬から今回もですね、7番手、8番手ぐらい、ですね、ソングラインがですね、いい馬なのかなというところでございます。 ということでですね、展開推奨馬はもちろんソングラインですということでですね、3戦2勝馬でですね、前走ルメール、奇襲、前走ルメール、奇襲のですね、ワイドを組めば今回当たるぐらいですね、非常にいい馬が揃っております。上がり最速が2回と、それからですね、2位がこれごめんなさい、1回ですね、2位が1回でございまして、好位につけて最後しっかりと伸びていきそうだなという印象でございます。枠、それから展開、それからですね、ローテーションもですね、非常 非常に良い,いと1月からのですね直行でですねローテーション的に感覚的にも非常にいいのでですねこの馬狙っていっていいんじゃないかな池沢騎士もですね信頼できるジョッキーですしサンデーレーシング来たこのジョッキー怖いので狙っていっていいのかなというところでございますチャンネル登録よろしくお願いいたします改名はメンバー限定ですよろしくお願いいたしますさようなら